四皇百獣のカイドウ、麦わらのルフィを捕縛。その一大ニュースはある情報筋から密かにワノ国国外へと伝わった。ドレスローザでルフィと共闘し、麦わらの一味の傘下に加わっていたバルトロメオとキャベンディッシュもこの事実に衝撃を受ける。ルフィ先輩が捕縛？ありえねえ。何かの間違いでねえか？なんだと？麦わらが？カイドウ、それほどまでに強いとは。ルフィの身を案じる二人はすぐさまワノ国に向けて出航する。カイドウ、お前、俺との約束破りやがったな。ルフィを追い、ワノ国に上陸寸前だったビッグマムはカイドウに出し抜かれたことに怒りをあらわにする。一方、海軍本部はワノ国が世界政府非加盟国であるとして黙殺を決め込む。しかし事態を重く見たフジトラはある密命を下す。麦わらがカイドウに捕まってビッグマムも黙ってないでしょう。すでにワノ国に上陸寸前って報告がある。四皇同士の激突が世界にどんな影響をもたらすか分かりやせん。ワノ国で麦わらの一味の支援をしちゃくれやせんか。あの連中とまた手を組むのは正直うんざりだが、あんたの頼みとあっちゃ仕方がねえ。だがそもそもワノ国は国外との交流を断った鎖国国家である。かすかではあるが、情報が流出したのはある海賊の陰謀によるものだった。下準備はうまくいった。だがそう焦ることはねえ。おい野郎ども、出航の準備だけしておけ。そして動き出す者がもう一人。さて、そんじゃ向かうとするか。あまたの強者が続々と集結する和の国。今ここで一大決戦が幕を開けようとしていた。こうしちゃいられない。待ってろルフィ、俺が必ず助けてやるからな。ぼちぼち時間だ。しかし見れば見るほど陰気な場所だな。ここには我らが主君光月おでん様が残した名状がござった。今や見る影もないが。ゾロ、トラー、久しぶり。どうしたんだ、みんな暗い顔して。何かあったのか。さて、どこから話せばよいものか。麦わら屋がカイドウに挑んでやられた。え、ルフィが。こうなっちまったら潜伏する意味はねえな。これ以上敵に手を打たれる前に動くべきだ。ああ、何にせよ麦わら屋の救出が最優先だが。なるほどな、お前らの考えは分かった。お前らは薄霊や。今お前らに構ってる時間は。待ってください、あなたたちと争いに来たわけではありません。私たちは協力を要請しに来ました。
協力だと。また海賊と手を組むなんざ不本意だが、それが大将藤虎からの指示だ。お前ら四皇ビッグマムとその部下たちが和の国に向かってきていることは知っているが。ビッグマムが和の国に？海軍の目的は四皇の衝突を最小限に抑えることです。そのために我々が派遣されました。しかし麦わらがカイドウの元にいたんじゃ、奴を追っているビッグマムとの衝突はより大きくなる。私たちも麦わら救出に協力します。この和の国での目的を果たすまではお互い休戦としましょう。またお前らの手を借りるのは尺だが、ビッグマムが来しまったらいよいよ手がつけられない。ビッグマムが和の国に接近していると知ればカイドウたちは間違いなく動く。ああ、その隙をついて麦わら屋を助け出すぞ。ああ、久しぶり。お前らどうしてここに？どうしてってルフィ先輩を助けに来たに決まってるべ。君たちは知らないだろうが、麦わら捕獲の事実はもう世界中に知れ渡っている。ルフィ先輩および一味の皆様のピンチとあらば駆けつける。それが俺たち麦わら大船団だべ。ん？誰だお前ら。チョッパー先輩。うわ、なんだお前。騒がしいな、何があった。ナミ先輩にブルック先輩もドレスローザでお会いできなかった皆様とのご対面、こんな幸せめったにねえべ。ありがてえよ。麦わら大船団ね、助けてくれるなら心強いわ。俺絶対ルフィ先輩たちを助け出しますから。おいだな、そのサインくれますか。やれやれ、君は本当に品がないな。少しはこの僕を見習ったらどうだ。なんだとキャベツ。こらこいつら本当に頼れるのか。皆さん、部下から報告です。ビッグマムの和の国接近を知り、百獣海賊団が動き始めたようです。タシギちゃん、ありがとう。俺たちも動くなら今だな。百獣海賊団の隙をついてルフィたちを助け出すぞ。うおー、待っててくんど先輩方。必ずや一刻も早くお助けいたしますだべ。マムが現れるまでにルフィ殿の居場所をつかむでござる。敵を縛り上げ情報を聞き出す。
職務を全うしねえ。ここを制圧すれば敵も減るはず。やっ、おいてめえ、うちの船長がどこに囚われたのか知ってるな。知りません。ただ向こうの方が警備が厳重だから、もしかすると。イグラ倒すのキリがねえ。この場所奪い取っちまうぜ。急がれたビッグマムが来ちまう。多少の手荒な真似は仕方ないよな。先輩方、準備できたらすぐ行く。待ってくんぞ。麦わらの奪還は連中に任せときゃいい。俺たちは敵を足止めするぞ。スモーカーさん、驚かせやがって、何の真似だ。キル、はい、てめえ知ってんだろ、俺たちの仲間がどこにいるか。知らねえよ。他の奴に聞いてくれ。暇はない。この縄張りは僕がもらう。待って、俺ルフィ、必ずヤシッチャたちが救い出してみせる。これ以上蹴り飛ばされたくなきゃ、捕虜の居場所を教えろ。教えろと言われてる。ああ、バクラ町の方じゃねえか。1080ポンド。シッソンソン、国上大竜巻、清流院流水、80ポンド3、面倒を持ち込みやがって。3、ガショウマン、まあ
くそ、どう来やがったのか。相変わらずとんでもねえ破壊力だ。いいぞ、なんとかしないと。お手分けしてルフィ殿を探そうぞ。お前さっさと麦わらを探しな。見つけたら鐘を鳴らして知らせるんだよ。鐘か、うまく使えばビッグマムを誘導できそうだ。おにっきり麦わら屋が見つかったと思って鐘の方へ向かうはずだ。ラスオーマン三刀流オーケー、よくろを見させ。来たな、ビッグマム海賊団。町への侵入を許したが衝突は免れる。被害が広がる前に止めるべきだ。待たせてしまったな。増援を連れてきてやったぞ。ルフィ先輩、この命に代えてもお助けするべ。援護は呼べず鬼。一刻も早く助け出さねば。捕らえた者の居場所を教えよ。仕立てはならぬぞ。死ぬか。俺たちはこの建物を守ってただけだ。こんなとこで油を売ってる暇はねえ。先を急がねえと。フランシェストライク。知らねえものは教えられねえよ。知らねえ。ほら、俺たちの仲間の居場所を言え。素直に言った方が身のためだぞ。今呼べずおにっきり。インジェクションショット。刻まれて麦わらをこの手でぶっ飛ばさねえと気が済まねえんだ俺は。例の準備が整いました。いつでも出発できます。待たせやがった。さっさと行くぞ。あいつらどこ行ったんだ。なんだお前たちは。ここで何してやがる。気を楽にしすぐに終わり。この戦場で活躍すれば僕の人気も。捕虜ならここにはいない。ついさっき鬼ヶ島に護送されたんだ。何？じゃあさっき消えた奴らは護送のために。これ以上ここにいる意味はない。
俺たちも鬼ヶ島へ向かうぞ。遊んでる暇はねえのに。後ろにも気をつけた方がいいんじゃないか。あれは麦わらよ。どうなっている。騙されんな。あれは敵が作った偽物だ。麦わらはここにはおりません。俺聞いた話では鬼ヶ島へ護送されたと。鬼ヶ島？じゃあそこまで行ってやるよ。お前たち麦わらの仲間を始末しときな。シッソンソンコサンワンキョウチッカバサンハッキュサンガチガチ俺が出る。サンハッキュサンハッキュサンハッキュたくりお兄ちゃんが黙ってないからね。六道の九人がママになんて報告する。麦わらの謎は彼方を格下に見ちゃいない。当然だ。海賊王になる男の仲間だぜ。本気でやろう。ここまでやるとお前らを見くびりすぎていたよ。あんちゃん、後でちょっと時間くれるか。元海軍大将が俺に何の用だ。お前と話すことなどない。まあそう言いなさんな。あんちゃんの海賊団の今後に関わるかもしれねえ話だ。どういうことだ。間に合わなかったから早く追わねえと。ルフィはすでに鬼ヶ島へ護送済み。ビッグマム海賊団も後を追っている。状況は最悪だ。早く何とかしねえと四皇の直接対決が起こるかもしれねえ。俺たちも急いで後を追うぞ。
お兄ちゃん、もう足止めはこれくらいで十分でしょ。ペロス兄も鬼ヶ島へ向かったし、私たちも早く。待て、ブルデ、少し用がある。青生地、話とは何だ。青生地、要件次第で。まあ落ち着きなさいよ。時にあんちゃん、四皇二人がここで争うことの意味考えたことあるか。どういうことだ。仮にだ、ビッグマムとカイドウがこのまま潰し合って一番得をするのは誰かって話だ。例えば他の四皇、特に最近四皇入りした新参者にとっちゃ格好の攻め時だとは思わねえか。まさか黒ひげか。青生地、お前何を知ってる。そういう可能性もあるんじゃねえかってことよ。そうなったら麦わらどころじゃなくなるんじゃねえか。まあどう判断するかはお前らで決めな。忠告はしたぞ。ちゃん、カイドウに黒ひげまで加わってはさすがのままでもただでは済まない可能性がある。そうなる前に俺たちで麦わらをママの元へ届けるぞ。